寝る前3分ショートホームルーム、はい、ということで始まりました寝る前3分ショートホームルーム。やべ、吾妻由真です。本日11月15日火曜日や。特に何もなかったんだけど、ね、ずっと前に買ってたものをようやく開けたんですよ。これは知ってる人は知ってるんだけど、こっちから行こっか。これ仮面ライダーオーズ、仮面ライダーオーズ、まあもう5、6年前の仮面ライダーですよね。カンドロイドっていう、まあおもちゃのシリーズ、ガジェット系じゃないわ、そうね、シリーズがあって、まあこれカンカンの状態からこうね展開するんですよ。こう展開して、ちょっと組み立て方忘れちゃったんだけど、こんな感じでね、こうアームズ展開みたいな、アームズ展開みたいなことをして、こうちょっと今適当だけど、最終的にトリケラトプスの形になるよっていうね、そういうね、まあ優れものっていうか、まあこの放送当時もすごく人気だったこのね、おもちゃシリーズでしたけどもね、このカンドロイドのトリケラトプスバージョン、これをねずっと前に買ったの、さっき開けたんですよ。でね、もう一個あって、まあ別の仮面ライダー、確かこの1年後すぐやってた、あの仮面ライダーフォーゼ、仮面ライダーフォーゼのこれね、フードロイド、フラシェキね、合ってるかな名前、こうやってね、なんかねスターウォーズでねいそうだよね、こういう、なんかこれさ、ディズニーにいなかった、ディズニーになんかゴミ箱、なんかゴミの、なんかわかるかな、なんかディズニーになんかいたんだよね、こんな感じの、もうちょっとわかんないからいいや。そのこういうのね、ずっと前に買ってたの開けて、ね、こうちょっとね熱いなってだって。そして今ね、これ9時50分もうギリギリで撮ってるんですけども、あのサッカー日本代表サウジアラビアとの試合、1点目清武選手で、2点目原口元気選手かな、決めて、まあ2対1で後半ね決められたんだけど、勝ちまして、これでまあワールドカップへの望みはつないだのかなね。まあね、これね、ワールドカップ出てもらわないとね、やっぱこう楽しみがなくなるんでね、ぜひ日本代表にはもう、まあもう試合ないけどさ、頑張ってほしいなと思いますよね。そして明日ね、まあこれ私仕事、まあ、この仲間うちっていうか身内のね、あれの間だけの話になるんですけども、明日、私たち1年生の合唱コンクールがあるんですよね。合唱コンクールでね、私たちのクラスももうめちゃめちゃ頑張って、結構ね練習も重ねてきて、もう金賞取るぞと、絶対みんなで金賞取るぞみたいな感じのね、すごくいい雰囲気になってるんだけど、明日ね合唱コンクールで私のクラスが金賞を取ったら、ちょっとあるものを買おうかな、もう思い切って買っちゃおうかなと思ってるものがあります。それはですね、まあ全然しょうもないんだけど、シャーペンを買おうと思ってます。もちろんね、11月21日、来週の月曜日に届く、もう今予約注文しててすぐ発売日に届くようになってるんだけど、デルガードタイプ ER はもちろん買うとしてもう届くんだけどね、として、あのペンテルのスマッシュ、私もね愛用してるペンテルのスマッシュの、名前が忘れた、ダークグレーバージョンっていうね、別の限定色があるんですけど、それをね買っちゃおうかなと思います。Amazon だったら今940円ぐらいで売ってるのをさっき確認したんで、もしね明日私たちのクラスが合唱で金賞を取ったら買っちゃおうかなと思ってますので、またねそれが手元に来た時には紹介したいと思いますので、お楽しみに。ということで、本日の寝る前3分ショートホームルームはここまで。吾妻由真でした。 See you next time.